こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、昭和のあの頃は良かったというふうにね、振り返る40代50代の方多いんではないかなと思いますけども、同時にですね、なんであの昭和の古き良きものがなくなってしまったのか、その原因を紐解くと、実はですね、誰のせいかってことがはっきり分かるんですよ。まあ、答え言いますと、それは40代50代のまさにあの頃は良かったと言ってる人が潰してきた文化ではあるんですよね。で、今回花レモンさんが駄菓子屋の話をちょっと出してましたんで、駄菓子屋を例にとってお話しましょう。駄菓子屋がなんでね、今ショッピングモールの中には入ってるけども、駄菓子屋単体として気のいいおばあちゃんがのんびりとやってる例がなくなってきたのか、これね、いくつか原因があるんですけども、全て消費者のせいと言ってもいいぐらい、子供たちのせいと言ってもぐらい徹底的に子供たちが潰してきた文化だったんですよね。皮肉なもんですよね。子供たちが集まる拠り所、駄菓子屋、その駄菓子屋を子供たちが寄ってたかって潰していたという現実がそこにあるということでございます。じゃあ紐解いていきましょう。まずですね、ちょっと大きなことから言いますけども、これは子供たちのせいではないんですけども、駄菓子屋って衛生管理してますかね。保健所入ったら一発アウトなんじゃないですかね。なぜなら全ての商品食品に日付入ってないでしょ。いつ仕入れたかわからない、いつ消費期限、賞味期限が切れるのかわからない、そんな商品が置いてあって売れるまでそこにあるんですよ。もちろん腐りにくいもの、傷めにくいもので構成されてますけども、それとは別にですね、法的な拘束ってのがあるわけですよ。 PL 法ってのもあります。製造物責任法です。それも追及されるんでしょうかね。結構ね、適当なんですよ。そもそも駄菓子屋のオープンって保健所に届けてるんですかね。駄菓子屋に入り口のそばに手洗い所があるなんてことはちょっと見たことがないんですよね。でも店をオープンするとき、食品を扱うときには決まりがあるんですよ。きちんと手洗い場を設けてください。手洗い場で全ての人はそこで清潔にしてください。駄菓子屋の入り口にありますかね、水道。ちょっとね、私には記憶ないですね。まあ、ということでね、細かいことはいろいろあるんですけども、衛生的にもともとアウトだったっていう、まあそういうね、一つ話があるんですよ。で、これ追求していくとまた長くなりますんで、次に行きましょうか。次はですね、税金です。駄菓子屋さんも商売です。売り上げを立ててます。帳簿をつけて確定申告しなければなりません。しかし、駄菓子屋さんって帳簿つけてますかね？思えば、そんな場面はついぞ見たことがないんですよ。そうなんですよ。駄菓子屋さんのほとんどは潜りでやってるんですよ。営業許可を取るわけでもなく、法人登記するわけでもなく、個人事業主としてのスタートをするわけでもなく、なんとなく始めて、なんとなく商品があって、なんとなく売ってっていうところなんですよね。もちろんきちんとやってるところもあると思いますけども、きちんとやるとコストがかなりかかります。そのコストの話はもうちょっと後でしますけども、とにかくね、税金が払われてるのがどうなのか不透明なんですよね。だから新規で駄菓子屋としてスタートすることがなかなかできなかった。まあ昭和のめちゃくちゃな時代とか、まだね、法整備が追いついてなかった、そういった時はまだいいんですけども、駄菓子屋も長くやると、あの駄菓子屋儲かってんのかなっていうふうに国税の方が思わないでもないんですけども、幼い頃自分が通っていたいくつかの駄菓子屋、自分の成績を上げるためにあそこに入ってやろうって思う国税職員もいるんですよ。20代30代の国税職員の中で、若い頃に、幼い頃に通っていた駄菓子屋に返り討ちしたっていう例はね、これは寂しいことですけども実際にあるんですね。ということで、脱税容疑をかけられた駄菓子屋のおばあちゃんが失意のもと店を泣く泣く閉じて、残りの人生は税金を滞納したものをね、払っていくというね、本当に子供たちのやったためにやったのにしょうもないなっていうふうな結末を迎えたりする、本当寂しい例ですね。次はちょっと現実的に、駄菓子屋さんの売り上げってどのぐらいあると思いますかね。この売り上げの話もうちょっと後でしようかと思ったんですけども、だいたい子供一人が100円玉握りしめてくるでしょ。1日の来店人数って30人ぐらいですよ。30人かける100円、どうですか。1日7、8時間駄菓子屋といえども営業してるわけですよ。ね、そこで売り上げ3000円とか多くて5000円とかやっていけますかね。仕入れ価格もあんのに。いや、なんかきつくないですかこれね。え、いや、この売り上げのために
いや、おばあちゃん子供好きだから売り上げとかなんとかじゃなくてやっていいんだよっていうふうなね、勝手な思い込み、消費者のね、これも大迷惑です。おばあちゃんも残りの人生貴重なんですよ。できれば家族と過ごしたい、いろんな自分の好きなことしたい、それが駄菓子屋やってりゃ満足みたいに思う消費者の身勝手さね。ここにも大きなギャップが生まれますけども、今回お話したいのはね、そこではなくって、じゃあ売り上げ3000円しかね立たない、いい時で5000円しか立たないような駄菓子屋の仕入れ業者さんって、見入れに合うんですかね。仕入れ業者さんですよ、ね、仕入れ業者さんも田舎の山をかき分けたところに駄菓子屋が1軒あるところに納品行くのはものすごいコスト手間ですよね。いやー、なかなか行かないんじゃないですかね。だからね、仕入れ業者さんが手を引いていったってこともあります。もちろん駄菓子屋が密集してる地域だったらいいですよ。売り上げ3000、5000といえども、じゃあ駄菓子屋さんが一発行ったら10軒ぐらいあるよっていう地区になら、まあもしかしたら業者さんもなんとか行けてるかもしれませんけども、でも業者さんもね、あらりが取れなければいけないですよね。ということで、徐々にショッピングセンターの中に仕入れに行く、仕入れを起こしに行くという形になってきました。というのがね、ショッピングセンターの中にある駄菓子屋さん、1階の食品売り場にある、まあ、お菓子のコーナー、結構商品かぶってるんで、まあ、そういった関係でね、ロスがなかったりするわけですよ。あとはショッピングセンターの中のその駄菓子屋さんのね、そこの店主が自ら仕入れに行く、ネタ元にネタ引きに行くってことができるんですよ。それはね、昔の駄菓子屋さんに業者さんが入ってきて、どうもこんにちはって、今日はあんま売れてないですね、じゃあカードだけ補充しときますみたいな感じでねなんかね、1000円だけ補充していって帰るとか、どうですかね。そういうことを私たち子供は気づかずに、駄菓子屋ってのは儲け度外視なんだっていうふうに考えちゃったんですよね。そんなわけないだろうと思いますね。しかもそこに時代が追いついてきて、まあ言い方悪いんですけども、駄菓子屋しかすることがなかった、できなかった、働き口がなかった人にも、今60代70代でもパートというね、道が開けていて、そこでは自分の思った通りの時間が、思った通りの働き方ができる、コンビニでもいい、牛丼屋でもいい、スーパーの朝の品出しでもいいね、3時間働きたければ3時間、5時間働きたければ5時間、8時間フルタイム行きたければ8時間働ける、そんな職場が結構増えました。で、時給は800円900円、ね、駄菓子屋でリスクを負ってやるよりも、そういったパートとしてのお勤めの方が長続きするし、辞めるのも休むのも融通が効くという形になりますね。どうですかね、だいぶ現実が見えてくるとちょっと寂しいでしょで、働ける場ができちゃったんですよね。さあ、そして最大の倒産の原因、それは何でかというとね、駄菓子屋ができなくなっちゃった原因は、子供たちによる万引きです。そんな儲けの少ないところに、そんなに戦々恐々としてやってるところにね、子供たちがわーってやってきて、会計せずに帰る、そういった試しに万引きする一番甘い狩り場として駄菓子屋は選ばれやすいんですよ。くじを勝手に引いたり、ガムをパッと取ってみたりとか、おばちゃんの目を盗んでね、盗むわけですよ。目を盗んで、まさに商品を盗む、万引きで、万が一その万引きが見つかったとして、おばあちゃん子供たちを叱れますかね。どうですかね、警察に突き出せますかね。せいぜいお父さんお母さんがやってきて、ごめんなさいねって言って終わりでしょ。終わりならいいんですよ。さあ、万引き見つかった子供は、じゃあそこ行きますかね、同じように、同じ店に行かないですよね。うん、となるとおばあちゃん万引きを見つけていいこと全くないんですよ。かといって見逃すと万引きするやつばっかり増えちゃいます。ということで、子供たちが直接の原因として駄菓子屋を潰した、そして駄菓子屋が開店できないようにした、この現実があるんですよ。当時の子供たち、今40代50代です。あの頃はよかったなって、笑ってられるのはお前だけだったね。潰されたおばあちゃんの失意、抱えた借金、家族からのね、誹謗中傷、おばあちゃんにやっぱり商売無理だったんよ、子供たちが甘く見ちゃいけんよ、いやでも子供が好きだけね、だから付きまとわれるんよ、付け込まれるんよ、
ひどい話です。本当に善意でやってたおばあちゃんはこうやってめちゃくちゃもみくちゃにされて寂しい老後を送ることになりましたね。だからね、子供好きなおばあちゃんがもうね、道楽でやってるんだっていうね、妄想をかぶせないことですよね。ひどい話になってるわけですよ、ね、おばあちゃんは儲けなくてもいいんだ、駄菓子屋は儲けなくてもいいんだ、とんでもないですよ。回転資金いくらかかると思ってんだということですね。回転資金ね、ちょっと改造しただけでもオープンの時に改装費がどんなに安くしても300万ぐらいかかるんですよ。じゃあ60代とか70代でね、駄菓子始めて300万誰が貸してくれるのって話じゃないですか。返済期間は10年で返せますか、20年で返せますか。駄菓子屋の売り上げの話もしましたよね。これ返す見込みがないんですよ。つまりは自己資金もしくは家族から借りるか、まあそんなに厳しい状態でやってるわけですよ。本当の道楽の道楽でやる人もしいたとしたら大富豪です、その人ね。億万長者のおばあちゃんがもう自分の身分をかなぐり捨ててね、最後は世の中に恩返ししようかねみたいなね、形で始めるという例があるかもしれませんけども、そういう人は豊かな人間関係に囲まれて駄菓子屋やってる暇は逆にないですね。まあ、もちろん少ない例として今まで私がお話してきたに当たらない人もいると思いますけども、基本的には駄菓子屋といえども商売ですから、利益がなければ仕入れができません。仕入れ業者さんが利益を出さないお店に付き合ってはくれませんということなんでね、できなくなってくるわけなんですよ。そして60代で駄菓子屋なんて始めようもんなら回転資金は回収不能になってしまいます。ですんで駄菓子屋さんは赤字で今度閉店するね、お金すらないみたいな、そんな寂しい状況に陥ってしまいます。直接の原因は子供の万引き、あの頃は良かったというね、40代50代のまあちょうど私たちみたいな世代が寄ってたかって駄菓子屋を潰して、今はショッピングセンターに子供を連れてって、昔のねお父さんの時代はね、最近ショッピングセンターの中に入ってちょっと寂しいよね、お前が寂しくしたんだって話ですよ。まあその罪を自覚しながら生きる世代がいるのかどうか、それともそんなことを知らずになんで潰れちゃったんだろうみたいなね、他人事でいられるのか、まあ大きな分かれ道ですよね。まあ敵屋の例もね、焼き芋屋の例もお話しましたけども、紐解いてみるとみんな消費者がね、まあ選ばなかったってことなんですよね。寂しい現実ですけども。で、最近感染症のおかげでなかなか人と会えなくなってきたみたいな話もちょろっと出ましたけども、これはね、実はね、大して会いたくなかった、慣例的に会わざるを得なかった状態の人とは会わなくなったってことなんですよ。ですんで、どうしてもこの人はって人には会ってると思うんですよ。で、逆に言うと、今実際にこんにちはって会う人って大切な人だったってことに気づいた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。ね、会う必要のない人にはいろんな理由つけて今はね、会わないっていう断り方ができるんですよ。だからそれを、いや最近ね、感染症のせいでなかなか会えなくなりましたよねみたいなね、ことを言ってるわけなんですよね。それはね、原因と結果は逆で、もう会いたいと思ってない人には今回の感染症を理由に会わないように会わないようにしてるわけなんですよ。会いたい人にはきちんと会ってますし、こんな中でも恋愛生まれてますしね、濃厚接触するカップルはいるわけですよ、ね、風俗業界ね、もう大盛り上がりです今はね。どういうわけか、お金に困った人が働きに行く例もあるかもしれませんし、感染症を例にね、アプローチしてもなかなかデートしてくれない女の子にゴーニヤしてもういいわと思って手っ取り早く済ませる方がいるのかもしれませんね。私みたいな田舎生まれ、田舎育ち、田舎暮らしには、まあ都会の事情は分かりませんけども、まあそんなとこじゃないですか。そのうちね、私の住んでるような田舎にも、そういった付属系がこう流れてくるんじゃないかなと思いますよね。まあ多分、そういうものをオープンすれば結構流行るんじゃないですか、この辺は。まあもちろんね、福山っていうのは、昔からね、結構ね、その辺で、割と際どいところではあるんですけどもね。まあ、ちょっと話がそれますんで、この辺にしておきましょうか。それで、最後に床屋さんと美容室の話をしますけども、美容師さんの給料っていうのがね、非常に安いんですよ。で、これも駄菓子屋につながるんですけども、残念ながらね、美容師、美容院を
使えば使うほど今の形だと美容師に負担がかかって美容師さんはあんまり儲からないって形ができますね。もちろん単価の高いところは違います。1回のカットで1万円とかね、2万円はないですけどね、2万円は女性ぐらいしかないと思いますけども、だいたい1回のカットで男性からでもカジュアルに8000円とか1万円請求してくれるところは続くと思いますけども、そうじゃないね、例えば3000円でできちゃいますとかね、5000円ですみたいなところは結構ね、美容師さんの一方的な犠牲になってるんじゃないかなと思うんですよ。で、翻って床屋さんどうでしょうか。床屋さんはね、どっちかっていうと新規で参入する方はね、確かに少ない。どうしても美容室の方にハサミが向く、そんな従業員さんが多いんじゃないかなと思いますけども、実は狙い目は床屋さんなんですよ。床屋さんはね、基本的に今やってる方ってもう60代とか70代とか高齢の方が未だに手に職をやってますよね。近所の方を相手に、これはね、腕がいいんですよ。もちろんヘアカットのメニューは少ないです。最近の流行りのスタイルなんて勉強してません。ですんでちょっと古臭いんですよね。だけども腕はいいです、とってもだから続いてるところもありますし、十分もう経費も回収してますんで、本当の意味でこっちは道楽ですね。未だにやってる床屋さん、だからいつ辞めてもいい状態です。そういうところが多いです。ですんでカットの代金はもうあとは恩返しだって感じで値下がりしてる例が多いです。例えば全盛期にはカットが3500円、3800円、4000円、4500円ぐらいの値段設定したものが2000円ぐらいになってますね。あとはカットしている馴染みの長い常連さんとグダグダとくっちゃべりながら、それこそね、道楽でやっているという形です。床屋さんはね、それができるんですよ。仕入れがないですからね、基本的にね。でも手間賃だけなんですよね。で、床屋さんって10年とか20年とか長い時にはね、親子孫の3世代で切ってるって例もありますから、ものすごくやりやすいんですよ。一人一人の性格もわかりますし、で、顧客の奪い合いもないんでね、奪い合いがないからやってこれたところもありますしね。だからね、おしゃれなね、表通りに行かないとカットしてくれないような、そういうところ美容院なんですよね。とにかくおしゃれね。でもそういったところにコストを使ってなかなか従業員さんの給料に跳ね返ってこない、まあ10万円以下でやってる美容師さんとかね、結構いらっしゃいますからね。そんなところに行ってやるなよと思うんですよねだから価格をね、過当競争が起きない程度に、ワンカット8000円とか1万2000円っていうところにまで上り詰めたところは利用してもいいと思いますけども、でもやっぱりね、5000円前後のところ行っちゃうと美容師さんきついんじゃないかなと思いますね。見入れがね、なかなかないですから。最近は美容師さんも美容室っていう箱を借りて予約の時だけ行くっていうスタイル、これがね、もう結構長くなってますけどね。そういうところは単価が安くてもなんか結構受けてるみたいですけどね。で、美容師さんも在宅美容とかね、やってるらしいです。私も何度か受けたことがあります。広島市内にいた時。それどういうことかっていうと、美容師としてやってきたけども給料が安いからもうやめて自宅で常連さんをね、引き抜きながらカットしてるんですよ。これすごいでしょ。サロンに勤務しながら仲いい常連さんを何人かね、ピックアップして、今度私自宅でやることにしたんで来てくださいっていうふうに密に、内密に連絡するんですよ、ね、最近でしたら LINE とかで。私の場合は口捨てだったんですけど、カットしながら、今度私辞めるんですよみたいな感じで、自宅で久保さんはカット続けるんで来てください、安くしますよみたいな感じで、そしたらそこ行くじゃないですか、自宅に。そしたら本当普通の家なんですよ。何の改造もしてないです。そこでこうやってカットしてもらうんですけども、なんか椅子の感じのいいやつにこうやって腰掛けてね、でカットしてもらうんですよ。本当普通の椅子ですよ。で、シャンプーはちょっとお風呂まで来てくださいって感じで、お風呂のバスルームにね、頭だけ突っ込んでこれでやってもらうんですよ。でもなんかちゃんとしてましたしね。完成形が自分好みだったら別に構わないんで、自宅だろうがサロンだろうが。で、終わった後は、お茶も飲みながらね、趣味の話したりとかね、込み入った話しながら楽しかったですね。そういう風に在宅で潜りでやる美容師さんの例も出てきてるんじゃないかなと思います。そうすると美容師さんは例えばね、1件切るのに3000円とか4000円でいいわけなんですよ。
で、1人に2時間かけてね、時給2000円みたいな働き方ができるんですよ。で、1日に3人受けるとか、で、完全予約。予約が入らない日は休みみたいにね、調整していくという形でございます。まあ、商売の形でいろいろ変わるもんですね。当然そういうところでは確定申告してませんというね とてつもないことがわかるわけですけどね。はい、では以上でございます。いろいろとね、紐解いていくと寂しいやら何やらでございますね。いってらっしゃい。